アルカターラの隠れ家は情報の山だった。ウルフを見つけたぞ。通信履歴からウルジクスタンのラマザ病院を割り出した。ウルフが潜伏していると思われる。海兵隊が病院へ進軍している間、ファラの部隊が病院でのテロ活動を追跡する。エコー31はウルフを拘束し、盗まれたガスについて尋問しろ。マシ、ハビナラシビシール。病院が包囲されていると言っていた。アルカターラは人質を盾にしている。誰かを守ってる、もしくは何かを。明日には分かる。全て順調だ。パディルは腕利きだ。頼りにできる。無論私たちも復讐に燃える海兵がこの攻撃を率いてくれる。加勢すると言ったろ。約束通りだ。約束のために戦うわけじゃない。侵略者どもは人の命など気にも留めない。ガスは全てを殺す。私たちの作物までも。そんなことをする奴は皆敵だ。例外なく。アルカターラは私たちに汚名を着せ、その罪の代償を払わされた。ウルフを罰したい。大使館でウルフを引き渡すところを見せてやる。お前はこれが終わったらどこへ。上に従うまでだ。選べないのか。残念ながら。もう休め。作戦前だ。お前たちはどうする。日の出まで見張りを。俺は向こうを見張る。道の突き当たりにある。あと500メートル。海兵に会うのが楽しみだ。エコー31か。グリッグス軍曹。まさしく。アレックスだ。現地のものはいらない。残念だが。カリムか。ああ、ロシア人の件はお手柄だったな。お互いの敵だろ。気をつけろよ。ああ、また会おう。いるぞアレックス。デーモンドックス、さあ仕事の時間だぞ。ここは狙われやすい環境だ。窓に気をつけろ。この辺りは敵味方の区別が難しい。最悪だ。デーモン1-2、こちらバイパー35。バイパー、どこにいる。バイパーはチェックポイントオマハを目指して北上中。了解。バイパーアウト。やつらおしまいだ。あのトリップワイヤーを狙え。ノーバー3はあれを解除できるか。任せろ。アグイン、トラックは片付いた。ついていけ。入りなさい、移動だ。移動だ。
ターゲットが出てきた。援護しろ。階段にトラップがある。ラジャー！
全部隊へ、ロビーを確保。ウルフの姿はない。デーモンは捜索を続ける。グリッグス、クソ野郎を捕まえるぞ。生け捕りにしろよ、スリーマン。了解だ。ターゲットを確認。移動するんだ。援護しろ。グレネードだ。退避しろ。やつは入り口にいる。ターゲットを確認。総員に次ぐ。デーモンは2階に移動する。ウルフの痕跡なし。俺たちを何かから遠ざけようとしている。間違いないな。死体安置所か。待ち伏せを警戒しろ。ゾンビでもいるってのか。調べておこう。全部だ。伏せろ。伏せるんださっさと座れ。デーモン3、こちらワンツー、状況は？動くだろ。動くじゃない。先導しろ。やつは武装しろ。ワンツーからデーモンスリーへ応答せよ。ルソ、デーモンスリーは脱落した。くそ、探し出せ。アッマート、移動する。隠れるんだ。デーモン3から報告は？ありません。ユーザー、あの部屋を確認する。カメラ察知。奴らはお前を救えない。お前は私を殺すために送られ、そして引き続く攻撃と代理戦争の罪によって死んでいくのだ。人質が殺される前に突入を。くそったれども、後ろに回れ。正面は俺が。アレックス、窓から出て迂回路を見せる。了解。
グリッグス、中に入るぞ。スタンバイ。待て。我々は喜んで敵の血を、なぜなら復讐によって流れる血は必ず勝利につながる。制圧するんだ。よし、兄弟、もう大丈夫だ。そっちはどうだ。大丈夫だ。オマール・スラマン、お前は特殊作戦部隊の管理下に置かれた。言われた通りにしなければ命はないぞ。よし、各員、海兵を無事確保。ウルフを捕らえた。大使館へ連行する。